はい、どうも皆さん、こんにちは。今日は前回の続きですね。前回はイントロ8小節、A セクション8小節作りましたね。で、今日は、まあ、B セクション、そして、C セクション、まあ、これはエンディングにしようかなと思ってます。じゃあ早速ですね、バッキングを、コードバッキングをね、入れたいと思います。どうしようかな。ちょっとその流れから弾いて雰囲気を確認しようかな。いいですね。じゃあ、ちょっといきたいと思います。コードは A マイナーメジャーセブンスですね。そして、B フラットメジャーセブンですね。もう一度言うと A マイナーセブンナインス、そして B フラットメジャーセブンですね。これで B セクションは、作りました。で、AB セクション作ったらちょっとまたね、A セクションの構成のコードをまたもう一回使いたいと思います。なのでちょっとペーストをします。前回も言ったようにコピーペーストがね、文章のようにできますんでね、ここはちょっと弾こうか。はい、もう一回 A セクションのねコード進行をこれで持ってきました。じゃあ、次、C セクションという全く新しいセクション、これエンディングですね。エンディングはそうだな、D マイナーメジャー、 D マイナーセブンス、E マイナーセブンス、 F メジャーセブンス、まあなんかある程度固まりました。じゃあちょっと行ってみたいと思います。はい、こんな感じで出来上がりました。で、最後は決めで、
はい、こんな感じで最後は Fm7th で終わりたいと思います。じゃあメロディーをちょっと、作りたいと思うんですけど、それはまた次回にしておきましょう。はい、じゃあ今日はこんな感じです。